じゃんじゃかじゃん、真っ暗登場の絶好調荒木です。今私ね、大分県九州郡九重町にございます宝泉寺温泉郷に来ております。で、先ほどね、この宝泉寺温泉にございますね、石美津足湯という、まあ、観光名所でね、ちょっと足湯をしてきました。で、その後にね、私の行きつけでもございまして、まあ、お気に入りのお食事どころ、酒どころ、このお茶屋さんでこれからね、夕食いただこうと思っております。でね、こちらのお店は私のね、 YouTube 動画で何度か紹介させていただいたかと思いますけどもね、また今回はこれ違ったメニューをね、注文いたしましていただこうかなと思っております。でね、何食べるかは入ってのお楽しみということで、では早速ね、店内に入っていきますね。でね、こちらのお店なんですけども、はい、店舗がね、2階に上がっていくんですよ。ちょっと光見えるかな。ね、お2階へどうぞということだね。はい、のれんがここに階段がございますので、ここからね、お店に入っていきます。はい、よいしょ、腹減ったな。でもな、でもね、足湯でめちゃめちゃ癒されましたので、こんばんは。よいしょ。いやー、来た来た、久しぶり。一番ここでいいかな。よいしょ。注文いいですか。はい、あのね、鉄板焼肉飯お願いします。はい、注文いたしました。これがまためちゃめちゃ美味しいですけど、皆さん楽しみにしておいてくださいね。期待に応えますので、研究くんね、めちゃくちゃうまい。このね、お茶がやっぱ固い袋にしみるな、おいしいな、お茶な。はい、どうもありがとう。見て、はい、ということでね、鉄板焼き肉飯今届きましたけど、ちょっと見てね、めちゃくちゃうまそうでしょ。これやばいな。ではね、いただきます。まずね、めちゃくちゃ香りがいい。ジュージュー言ってるから。ではでは、いただきますね。うん、うまいな。肉
のね美味しさ、うまみがまたご飯にね染みてるんですよ。でこれ焼けてるでしょ、だから香ばしく風味も増してまたね、うん、はい、うまっ、うわたまんないねこれ、うん、めちゃくちゃ美味しいですね。つながってるかな。美味しいね。またこのおこげがたまりませんね。おこげが肉のね美味しいうまいところがねずっと染みたご飯お米にね。いやーマジでたまらんなこれ。ご飯が超特盛りでね、全部食べきりませんでした。おじちゃんになるとね、お米をね大好きなんですけどもね、胃袋に入んないんですよ。ただね、めちゃくちゃ本当に、ね、美味しかったですということで、はい、おごちそうさまでした。いや大満足、今回もね。で、見ていただきましたか、今回のこのね、鉄板焼肉飯どうでしたか。またね、表に出まして、ちょっとじっくりね語らせていただければなと思います。ではね、これよりお支払いしたいと思います。はい、はあ、美味しかった。はいはい、今ねいただいてきました。はいね、お茶屋でございます。でいかがでしたか、ちょっと真っ暗だね、俺の顔が、あ、こっち向けたらいいのかもしれないね。はい、いただいてきましたよ。いや、本当はちょっとここバックで喋りたいんですけど、こっち向くとね、おいちゃんの顔がちょっと真っ暗になりますので、ちょっとこう、光が当たる方向でね、ちょっと喋りたいと思いますけどもね。あ、そうだそうだ、見て、あの、お茶屋の缶バッジをね、はい、いただきました。ね、
お店はね、漢字がお茶の茶がね、漢字でね、ひらがな表記なんですけどもね、ほら、ローマ字表記もなんかめちゃかっちょよくないです。なんかね、イベントなんかにもなんかね、参加されているそうなんですよ。そしてまたね、この宝泉寺温泉郷でもね、なんか様々なイベント開催されております。でね、このお茶屋さんね、主催で行っておりますので、またね、いろんな情報などはこのお茶屋さんね、いろんな、まあ、サイトをね、確認していただければなと思いますけどもね。いや、でもいかが、どうでした？焼肉鉄板じゃなく、鉄板焼肉飯。ね、めちゃくちゃね、まず見た目が美味しそうでしょ。ね、でもほんとね、見た目の通り、めちゃくちゃ美味しいです。もうね、肉汁、肉の旨味をね、米がめちゃ吸ってますから。で、それがね、鉄板で焼かれているんですよ。ね、ということは、この香ばしさがプラスアルファという、ね、その焼肉の旨味の染みたお肉とお米、そしてね、焼かれた風味を一緒にお口にパクリと。まずいわけがない。めちゃくちゃ美味しいです。うまいです。はい。でね、こちらの営業時間なんですけどもね、夕方の17時半から開始いたします。でね、昼間はね、営業されていませんので、お間違いなく夕方からね、営業になりますので、でね、この宝泉寺温泉郷にはね、たくさんのね、旅館がね、運営されておりまして、旅館、立ち寄り湯もされておりますので、温泉巡りなどでこちらにね、楽しみに来てください。ぜひぜひ。ね、この宝泉寺温泉、もう本当素晴らしい温泉がたくさんございますので、で、温泉巡って巡って巡って、はい、ちょっと顔が真っ暗になりますけど、こちらお茶屋でお食事を楽しむと、夕食を楽しむと。で、楽しんだ後もまたまたまた温泉もお楽しみいただけますので、ということでね、今回はね、こちら、宝泉寺温泉郷にございます、お食事、お酒どころ、お茶屋食堂のご紹介をさせていただきました。もう顔真っ暗だな。ちょっと、光を当てようとね、少しでもね、おいちゃんの顔がなんか真っ暗すぎると。はい、で、もしよろしければ、いいねボタンを押していただければなと。そしてね、よろしければチャンネル登録なんかをしていただければ励みになりますっていうかね、頑張りますよ、これからもおいちゃん。はい、ということでね、絶好調のアラッキーからでした。では皆さんまたねー。なんかこう、角度によってお化けに見えるな。はい。